何を歌ってんの。皆様明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます ね, ね。お正月も終わり、紅白も終わり、はい、なんかな、もう思いのほかダメージきつかったわ。あ、どういうダメージ。まあ、新聞読んだらよ、うん、紅白アニメとのコラボで盛り上がるとか書いてあんねん。はあ、これであいつらや、あいつら妖怪出るや、剣出られんけん、うん、あいつらがよ、うん、紅白盛り上げたんだってよ。あ、そうなんや。ちゃうわよ、ちゃうわよ、もう歌手の皆様方が頑張ったからや断じて妖怪ウォッチのおかげなのではない、ないはずなあ、バッチは、お前が出たかったよな、去年はな、うん、残念やしたね。また次回になったらいいじゃない。ああ、もう今年は頑張る、もう本気出す、なもうね、そろそろ本気出すわいね。ああ、同じアニメ系仲間としてね。アニメではない、アニメじゃないのか、アニメではない、悪いは実在の王様。なるほど、悔しいわけね。うんね、まあ、今日はな、新年やからお前もなんかええ話しろ。え、新年、いやでも去年いろいろ楽しいことがありすぎてね、うん、うん、まあ、楽しかった ね, ね、綺麗な USJ とかね見に行ったりとか、すごい電飾が綺麗かったやつ、ね、去年のクリスマスからずっとねいろいろ楽しいことがありましたね、うん、あれ食べてー、はい、これ食べてー。でお正月もね、うん、結構楽しかったですね、うん、正月早々ワイラは、はい、中華街へ行きました。そうですね、ちょっとその時の写真がねちょっと撮れなかったですけどね、うんうん、ほんで、中華街でカレンダーを買ったんですけどもね。そう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 、そのカレンダーすごく素敵なカレンダーで、うん、真っ赤なカレンダー、真っ赤なカレンダー、ね、真っ赤に金の字があって、もうなんかビッグビジネスようこそって感じのなカレンダー買ったな、いわゆる蓬莱ですかね、蓬莱が来るというね、うん、そういう赤の船で、ね、神戸の中華街で買いました。皆様のカレンダーはどんなカレンダーでしょうねやっぱり1月1日はねカレンダー変わるから楽しいね。そうやね、うん、で今日は今回はこういう気持ちでいこうっていうね、うん、カレンダーに託しますね、ね、服、うん、服そしてビッグビジネスなんか金儲け、ぼちかぼちはなんか金儲けの方に話が走ってるようですけど、うん、よくあのジャスメンばっかりのね顔が撮ってあるカレンダーとかね、うん、よう僕集めてましたけどもね。マジで。そうですよ、まあ、そういうことやってたんや。ちゃんと僕はジャズ教室やってるから、ジャズ教室にね、うん、あのジャズメンのカレンダーとかね、うん、今月はカウント・ベーシー、来週はデューク・ギャリントン、チャーリー・パーカーとかね、ジョン・コートレイン。お前一昨年は、一昨年はビートルズやったろ。おと、なぜかね、ビートルズジャズちゃうし、なぜか一昨年がビートルズですね、うん、まあ、去年のな、うん、スヌーピーはなんとなくわかるわスヌーピーな、うん、まああれはあれでね、あの可愛かったですけど、ね、うんうん、そうです。なんでビートルズ、なんでジャズ教室にビートルズシュールやな、あんまりちょっと合わへんかったかもしれんな、うん、どっちかというとね、アニタ・オデイとかエラ・フィッツ・ジャラルドとかね、うん、そういうサラ・ボーンとか、ね、そういうの行こうよ、そういうのを語らなくて、ね、そうですね、ね、まあ言うても今年はまた明るい感じの、あったかい感じのね、ね、あの絵のカレンダーからですけどね、うん、ちなみにクリスマスツリーまだ片付けてません。何、片付けましたよ、何、失礼な、いつ片付けたあれはもう昨日まではあったで、いやいやいや怖い年明けてね、レッスンメス戻ってきたら、うん、あ、まだクリスマスツリー置いたままやったバーッバーッバーッ慌ててね、片付けましたけどね、ね、はいはいはい、ね、はいはいはい、じゃあ今日はですね、はいはい、去年から引き続いております、セブンスコードで何ができん、ね、とうとう年を越しました、はい、うん、セブンスコードほどアドリブができるスケールの多い、ね、コードはないという、うん、ね、で今日はお待ちかね、ブルーノートスケールで、皆様の大好きなブルーノートスケールでございますよ。そうですね、ノルラインスケールとワイは呼んでいる、はいそうか、うん、でそれで、全キーですね、12のキー、うん、つまり、C から始まって、F、B フラット、E フラット、うん、A フラット、どん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 上に登っていってね、うん、全部のキーのセブンスコードで、うん、全部のちゃんとブルーノートスケールは当てはめてアドリブします。頑張れ、今年の年始はブルーノートで、ブルーノートから始め幕開けと、ね、いうことで、まあ実は正月休みから今日が仕事始めやけど、この人は休みの間一回もピアノを触りませんでした。マジか。そういう時もあっていいんです。ね、ピアニストはこんなにピアノを弾かないものだったのかとわいもびっくりしています。ピアノをね、すごくね、とにかく1分でも1秒でもたくさん弾いていたいっていう、ね、時期もあるんですけどもね、うん、まあ、ちょっとこう、
ダッとそういう風にね休みを取りたいなっていう時もありますね。うん、ねあでもねそれちょっとやっぱ肩が痛いとかねあの筋肉は痛いんですよ。うん、普段毎日やりすぎるとね、うん。だからちょっと正月休みを利用してね、うん、筋肉を一気にこう休める。なあなあなあ、うん、休みは長い方がいいんかじゃあ。いやあのねこれも限度があってやっぱりね、うん、1週間以上休むとちょっと怖いね。あ怖いね。1週間以上やっぱりさすがに効かないと良くないね。うん、なるほどな。うん、だからまあ1週間。じゃあ何何あの1日5分休みを取るよりも、うん、1日丸ごと取って、うん、あの毎日引くって方がいいのか毎日5分よりも、はあ、あの一気に1日取った方がいいのか休みっていうのはどういうこと。ごめんごめん、うん、あの短い休みをだから1日に、うん、例えばまあ2時間ぐらいしか引かないとかするやつか、ね、うん、であの毎日引くんと、うん、1日4時間引いて、うん、1週間に1回丸々1日引かない日を作るのどっちがいいですか。あそれはよく言うんですけどねちょっと待ってこれは答えになったかどうかわからへんけども固めて練習するよりも、うん、少しずつの練習を毎日した方がいいよということです。うん、理想的にはね、うん、だから1日例えば数十分でもいいですけどね、うんうんうん、それを1年間2年間毎日休みなしで続けると。なるほどね。それが一番効果があるね。だ例えば今日休みやからって1日ね10時間ピアノ弾きましたとか、うん、ほんで今度は忙しいからもう全く弾きませんとかね1週間、うん、それはあんまり良くないね。なるほど。だからそれだったらもう、ね、そのたくさん弾ける分をちょっとずつ1週間分に割り当てて、うんうん、1日10何分でもいいしね、うん、まあ30分あれば理想だけどそれを毎日コツコツ休みなしでやると、うん、ね、毎日毎日やる毎日毎日すごく効果ありますね。なるほど、うん。正月休みは休みすぎやお前。そうねちょっと正月休みだからこういうのやると ちょっと特別に、うん、たくさん休ませますね、うん、筋肉をね、ね、そう、そういうこともやって、まあ、年に1回ぐらいはいいだろうと。そうそう年に2回、ね、年に2回か、ね、お正月は休もうぜ。昔はね練習してる時はね元旦から弾こうと思ったらね、うん、親父に元旦はちょっとやめとけって言われましたお前にもそういうことがあったのか。そうそうそう。で2日から練習しましたけどね、うんうん、ね、まあでも元旦からねレッスンしてるような人もいますしね、うん、中にはね頑張れ頑張れ、まあ、そういうのもありかもしれませんけどね、うん、ということです、うん、です、はい、今日は練習方法の方についてもちょっと ね話しました。話しました。小分けに毎日やると効果がありますよ。ありますよ、はい、バズかぶりの方からそういうねいい質問があったんで、ね、いい質問。そうですね、いい質問を1回するたび紅白が1つ近くなるからんそうかなまあいいや、うん、じゃあ、全部のキーでブルノートスケール、はいはい、ブルノートにはメジャーブルノートスケールとマイナーブルノートスケールがありまして、うんうんうん、今日はメジャーブルノートスケール年明けですから明るく、ねはいはい、正月らしく明るい楽しく、楽しいメジャーブルノートスケール楽しいね。全キーいきましょう。イエーイ。では、ね、聞いてください。モダンジャズを聴くときは声でうつむいて腕を振る。 C のメジャーブルートスケール、 F のメジャーブルートスケール、 B フラット、
ちょっと明るいね感じですね。なりなり。そうそう、ノリノリって感じだね。あとブルーノートスケール、うん、メジャーブルーノートスケール明るい。ね。マイナーブルーノートスケールはちょっと暗いね。うん。ジャズ聴いてるって感じだね。ちょっと深刻な感じしますね。うん。で次回はこのマイナーブルーノートスケールを使ってやりましょう。次回はマイナーブルーノートスケールです。はい、マイナーブルーノートスケールを全長。全キーでね、うん、あのやりますね。はい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 、C から始まって F、B ハット、E ハット、最後は G まで一周ぐるぐる回します。何回も回します。聞くねんで、これで聞くねんで、イエイ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 。こんな感じ？あ、そう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 。でだけな、おててにはな、うん、あれや、うん、岩波文庫持っとくねん。あ、昔のね、ジャズキスの話してるやね、バチキャブルがね。これでね、うん、岩波文庫や。岩波文庫読みながらね。ちょっとここに迷いに眉間でしまいましながらね、柳向こうを飲みながら苦いコーヒー飲みながらね、ジャズのレコードですね。あんま喋ると怒られるんですね。キッて入れる、キッて入れる。今はそんなことないですけどね。今はもう逆にね、みんながわわわわ喋っててね、あれですけど。昔はね、ほんまにそういうジャズ喫茶っていうのがね。まあ、でもまた出てきてほしいね、ジャズ喫茶なるものがね。うん。うん、あのまた復活してもいいと思うよ。うん、そうやね。そういう感じでね。うん。うん、あのちょっとおそのじゃあのそのまあ、クラシック喫茶っていうのもあるんやろ。うん、あるよ。ね。うん、行ったやん。でみんなうんうん。でそれを真剣にこう音楽だけを聴きに、うん、あのねあの物を食べたりコーヒーを飲みに行くっていうのが目的じゃなくて、うん、音楽をそのね、ライブハウスじゃないわったらそのジャズ喫茶とかクラシック喫茶に置いてあるオーディオの装置がすごく良くてね、名言をオーディオで、うん、そう、それもレコードです、はい、レコードです。レコードでもってその話あのその音を ね聞いて、うん、でもコーヒーはもう何て言うかな、もういっぱいで粘るんや、そういっぱいで、いっぱいで粘って、ね、そういうなんか、ライブハウスじゃなくてね、うん、ジャズ喫茶それからクラシック喫茶、うん、ね、欲しいね、また出てきてほしいね、そのね、ビッグビジネスよ。そう、もし視聴者の中にね、そういう、うん、あのライブハウスとか経営しておられる方がおられましたら、うん、ぜひ、昔の、ね、ジャズ喫茶を、ね、うん、あのぜひ昼間かな、昼間はジャズ喫茶で、うん、夜はライブハウスなんだけどね、うんうん、あのやってほしいですね。岩波文庫とね、岩波文庫岩波文庫ね、そうですね。で去年ですけども、まあ、ちょっとクリスマスにあのなんかバチかぶりにね買ってあげようかなと思って買ったのが、レコードプレイヤーですね。ね、レコードプレイヤー、レコードプレイヤーをね、ちょっとチラッと見えてるね、チラッと、うん、あの買ったんですけども、すごい音がいいですね。ね、ちょっとおもちゃみたいなレコードプレイヤーやけどな、うんうんうん、でカートリッジもそんなあれやしな、うん、ところが、うん、ものすごい音がいいですね。ね、やっぱり CD と全然ちゃうね、うん、やっぱりね CD と違かった、うん、違かった。レコードの音はやっぱりすごい説得力がありましたね。ありました。でちょっと僕またレコードの方に戻りつつありますね、うん、レコードいっぱい買い込んでるね今ね。そうですね、昔ジャズのレコード200万円持ってましたけども、うん、それ全部売ったんですけどね、売りました。まだそれをね買い戻してます実は、ね、ちょっとずつ買いましたね。オスカーピーターソン買いました ね、 そうですね、うん、今回買ったのが、オスカーピーターソンの、僕の大好きなアルバムですけどね、これね、トラックスというね、うん、トラックスというこれすごいです、あのソロアルバム、いいソロアルバムですね、うん、まあ、もちろん CD でもバンバン出てますけどね、うんうんうん、トラックスというねアルバムです。こういう映画これすごいあの録音が良くて、あの僕の愛聴版っていうのそれをね、うん、ずっと、聞いてますね。10代後半の頃から、うん、聞いてます、聞いてます、はい、ね、まあ、中には 何曲かこう 音取りコピーなんかもしたりとかね、うん、どういうサウンドで彼が弾いてるのかとかね、うん、研究しましたよこれで、うんうんうん、すごい。で今また買い戻してですね、うん、これを、レコードプレイヤーで聞いたら、あら音いいやみたいな、あらいいやん、ねね、楽しいですね、楽しい、うん、だからちょっとまたあの面白いんですけどね、こういうのもありますね、ちょっと買ったところで僕もちょっとこういう趣味があってですねこれなんだタイガースパパパパーン、ジュリーキャスリー、すごいね、すごいね、ね、タイガースですよ。これ面白いレコードだな。タイガース。あだりに行こうよ。そうです。ね。
っぱりね、こういうこれもやっぱりね、昔はね、あのデジタルじゃなくて本当にアナログっていうかね、うん、で録音してみんな一人一人がこうすごい練習して ね、あのそのなんちゅうかな、あの今のデジタル録音だったらすごい修正とか聞くねんけども、うん、そういう修正なんかなしですよね、結構なんかね、一発撮りでね、生々しい音やったな、ね、すごい、あのまあこういうのもね、ちょっと、うん、あのこれどこだよ、どこだよこれ知らんこれ日本ね、これ日本なの、うん、あのね、日本でこういうとこあるはず、うん当時はね、こういう広場が、こういうね、草原がいっぱいあったね、うんうん、きっとね、そう、お前がな、ジャズじゃない、音楽始めたきっかけはタイガース見たからやもんな、そうね、こういうのもね、いろいろなんですけども、はい、うん、こういうタイガース見てかっこいいって思ったんだっけさ、こういうレコードも、ありと、まあグリーンタウンとかね、うん、そういうロックとかね、うん、オールデイズのね、ロックなんかも、うんうんうん、ぜひね、買い集めていきたいと思いますけどね、思います、レコードが良かったということで、ということで、はい、年明けは、そういうことで、今年の正月はずっとね、この、レコードプレイヤー聞いてました、そうです、はい、もうこれで前もね、紅白に出られへんかったのちょっと慰められたわ、あ、そうか、ありがとうな、よかったね、うん、よかったよかった、まあ何時でも音よかったということで、ね、まあそんなわけで今日はいろんな話しましたけど、年明けまた今年も頑張っていきましょうということで、元気で頑張るバチカブリー、はい、ジャズって何、人生って何、人生って何、深いねお前というわけで、うん、ね、お年、あのお正月、うん、あとはそういう感じで、はい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 、じゃあバッチまとめてください、はい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 、はいはい、というわけでね、今日はこれで終わりでございます。今日も猫さん登録って出るから、登録って押してワイラとお友達になってくれたらワイとっても喜びますね。